えーと神奈川県横浜市のラジオネーム森田さん大好きさんからです<っ>大好きなんだってっイケメン声優大好き <laughs> 幸い <laughs> 森田さんゆきのさんこんばんはこんばんは,こ,んばんはこの間某テレビ番組に森田さん出てましたよね、はい、イケメン声優として本当にかっこよかったです <laughs> <laughs> あのアクションもよかったです本当にかっこよくて大大 イケメン声優のとこだけさ立てんのやめてくれるだってイケメン声優のところ太字なんだもんこれね今ねオープニングからねイケメン声優イケメン声優言ってますが何のことかわからない人いますけどもいると思うんですが土曜日にねその番組にですね森田が出たんですよでイケメン声優を目指すこう特訓するという後半の方にねそこに出たんですよでそれでそこでイケメン声優という紹介をされまして非常に嬉しい紹介なんですがうん でもこの声優業界ですねもうそれネタでしかないわけですよ <laughs>、えー、この業界は全て私生で家でテレビ見ててぶっ飛んだもん <laughs> <laughs> えイケメン声優って何何じゃないよ目の前にいる俺だよあ <laughs> うんあ、うん、すごいイケメンに見えるよ <laughs>、うん、イケメンだねほんと今俺、ね、このテーブルがなかったらぶっ飛ばしてもられうん ね、イケメンはそんななことしないのその放送以来ですね <laughs> メールやらね、うん、あのー、まあ現場でもそうなんですが、うん、いろんな方からですね「よっイケメンよイケメン元気かイケメン!」みたいな <laughs> そんなですよだって私も結構周りに言いふらしたもん言いふらしたの <laughs> <laughs> ちょっと待ってよ <laughs> うん。怖えな <laughs> まあ、じゃあ、そんなイケメン声優がね、うん、え、普通と言います。<laughs> えっと、こちら。大阪府のラジオネーム、月野光さん、ありがとうえー、森田さん、ゆうかさん、ブリーチブリーチ,リーチ、えー、私がこの前、名社に行った時にびっくりすることがあったんですよ。待合室で順番を待っていたら、私より先に来ていた人が呼ばれたんですが、その人の名前が、よるいちさんだったんです。うん えすごく驚きました本当にいるんですね「夜市さん」って名前の人がちなみに呼ばれていた夜市さんは上品そうなおばあさんでしたと。うんということなんですがでもこれ「夜市さん」って下の名前ではない、うん、上じゃないかな、えー、上はなんかありそうな気もする、うん、感じだと例えば、うん、なんかどど帰り道によ寄り道をするの夜に夜、うん、市場の一時<市><か>ああこれだったらちょっとでもありそううん「よるいちさん」。 うん、でも名前もしかすると看護師さんが読み間違えてるかもしれないこれで喜一さんって呼んでるかもしれないしあその可能性も,あ,もあ,るあることはあるのかねえでもヨルイ市さんっていう名前が実際にあるということで、うん、なんかおしゃれな感じで,す、ね、おしゃれで出てきたのが上品そうなおばあさんってこといいねえ、うんとも言いませんけどねのさつきは違いますそんますあなのくせに。<laughs>